その言葉の響きには匂うような生めかしさと刹那的な暗い影が混在する。スパイという響き、国境を越えた情報戦、自らを危険にさらしつつもスパイは最後までそのミッションを遂行する。日本とて例外ではない。アメリカとの開戦直前、ある一人のスパイがハワイへと送り込まれました。男はたった一人だけでスパイ活動を行い、日本へ情報を届け続けました。一方、その頃アメリカ国内ではなぜかソ連のスパイの影が。ソ連もアメリカも日本が経済的軍事的大国になることを望んではいませんでした。時の大統領ルーズベルトにつけられたコードネームはキャプテン。キャプテンがソ連の状況を熟考している。200人以上のソ連のスパイがルーズベルト政権内で暗躍していたのです。スパイのターゲットは日本。日本、アメリカ、ソ連、それぞれの思惑は複雑に絡み合い、78年前の今日、真珠湾攻撃の10日前、アメリカの機密資料に書かれていたものは、どのようにして奴らが先に発砲するよう誘導するか。ルーズベルトは真珠湾攻撃を事前に知っていたのか。戦争に、至るですね、中で、大きい役割を果たした、スパイがいたと。日米ソ三国のスパイ戦争、真珠湾攻撃から78年、その知られざる真実が今次々とあぶり出されていく。森村忠、ただいま着任しました。おお、来たか。吉川翔尉だろ。分かっているよ。ああ、そうですか。ハワイ、ホノルルの日本領事館。スパイとして送り込まれた男の名は吉川武雄。もっとも、ここハワイでは森村忠という偽名を与えられていました。当時29歳、情報収集能力に長け、英語が堪能でした。日中戦争以降、アメリカは日本への圧力を強めていきます。そういった状況下、山本五十六率いる日本海軍は極秘裏に真珠湾攻撃の計画を進めていました。そのためスパイをハワイに送り込み、真珠湾の動静を把握することが急務だったのです。ところで、日米の情勢はどうですか。険悪だね。 FBI が動いていることは確かだね。森村君も気をつけた方がいいよ。偽名での渡航、そもそも本当に真珠湾のスパイは実在したのでしょうか。訪ねたのは外務省。
吉川が公務員として赴任したならば公式な記録が残っているのでは。あった。78年前に発行された吉川の旅券交付書。外務初期生森村忠。本名吉川武雄でなく偽名が記されていました。そして外交のスタンプが押されています。国のお墨付きを得て吉川は堂々と偽名で海を渡っていたのです。吉川が赴任してしばらく経ったある日、総領事が声をかけました。森村君、行こう。はあ、これから君の歓迎会だよ。総領事と二人、車は丘の上の住宅街へと向かいました。あら、こんな時間にお珍しい。総領事さん、お連れの方？森村君だ。あ、最近来られた方ですね。どうぞこちらへ。おかみは2人を2階の座敷へと案内しました。開け放たれた座敷から南西に見える灯火、そう、紛れもない真珠湾でした。おお、飛行場も見える。吉川は思わずうなりました。どうだ森村君、絶景だろう。今自分下に FBI がつけてるかもしれないぞ。さあ乾杯しよう。はい。いらっしゃいませ。総領事さん、しばらくですね。すまんすまん、なかなか忙しくてな。今日は新入りを連れてきた森村君だ。森村さん、よろしくお願いします。日系人の方なんですね。いやここから眺めれば艦船も戦闘機もアメリカ軍の動きが分かるぞ。日本海軍のスパイ森村忠こと吉川武雄はこの坂道を通ってこの先の高台にある日本料亭に通っていました。そしてその建物は現在も残されているということなんですね。この車でそこへと向かっています。あ、こちらですね、これが吉川が通っていたという日本料亭ですね。結構建物も立派ですよね。当時のままで残っているということです。ちょっと中お邪魔してみます。はい、初めまして。吉川が昼夜問わず入り浸った日本料亭、78年の時が経った現在も同じ場所に残っていました。ここもう眺望が素晴らしいですね。この今竹が大きくなってしまってね。はいはい、その吉川さんが宴会してた場所っていうのがまさにこの場所ってことですよね。はい、そうです。ここなんですよね。はいはいはい、あそこが総領事館なんですよ。 あそこから毎日のように歩いてこられたんです。ここまで歩いてきてたんですか。しょっちゅう芸者さんをあげて派手にあれしてくださったみたいですね。なるほど。ドアを開けるとそこには、ああ、正面があれ真珠湾のあれヒッカム基地ですね。そうそうそう、空軍基地ですよね。はい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 、それで向こうもう一つ、あ、飛行機が止まってるの見えますね。滑走路も見えますね。はい、これでずっと見てらしたみたいです。あ、これがじゃあつまり吉川さんが使ってらした使ってた望遠鏡、これそのものですか。そう、そのものです。真珠湾偵察の絶景ポイントを見つけたスパイ吉川。78年前、この窓から空母や艦船などの出入りや数をつぶさに調べ、日本へ報告していたのでした。母なんかは全然
その方がスパイ活動しているとかそういうことは思わなかった。あ、全く分からなかった。はい。料亭通いが40日も続いた頃、吉川の初めての報告が打電されました。11日、真珠湾在泊艦艇左の通り、戦艦11隻、コロラド、ウエストバージニア、カリフォルニア、駆逐艦37、潜水艦11、一方、スパイの暗躍はアメリカ本土、それもホワイトハウス内でも。アメリカの情報公開法に基づき明らかとなった極秘文書は全米中を震撼させました。これまでアメリカ国内で最高機密として封印されてきたベノナ文書。ベノナ文書とは、第二次世界大戦前後にアメリカ国内にいたソ連の工作員とモスクワとのやり取りをアメリカの情報機関が秘密裏に傍受し解読した記録です。ヤルタ会談の後、ソ連軍の情報部の強い要請で彼に感謝の意を伝えた。そして時の大統領ルーズベルトにつけられたコードネームはキャプテン。キャプテンがソ連の状況を熟考している。このベノナ文書は当時のルーズベルト政権内になんと200人を超すソ連のスパイが潜入していたことを物語っているのです。そこに挙げられた名前がさらなる衝撃を与えます。コードネーム、ペイジ。アメリカ大統領行政職補佐官ラフリン・カリー。コードネーム、ユーリスト。財務次官補ハリー・ホワイト。コードネーム、アレス。国務省特別政治問題担当局長アルジャーヒス。大統領、側近中の側近たちもソ連のスパイだったのです。その目的は一体何だったのでしょうか。そしてなぜその存在に気づかれることなくルーズベルト政権内で活動できたのか。当時のソ連最高指導者はスターリン。日本やドイツに対し大きな脅威を感じていました。日本がですね、ソ連に対して参戦をしてしまいますと、この挟み撃ちに遭うわけですね。東は日本、西は ドイツということになりまして、挟み撃ちにされてですね、もうどうしても困ると。そこで目をつけたのがアメリカ政権内での工作活動でした。ソ連としてはもし日米が戦ってくれれば日本からの軍事的脅威がなくなる。ソ連が日米の開戦を望んでいたのは間違いありません。疑いの余地がありません。ソ連としては日本がアメリカを攻めるのがいいと、いうことだったと思いますね。そうすることがやはりソ連にとっても国益につながるということなんですね。なるほど。200人を超えるソ連のスパイがルーズベルト政権内に潜入していたことを暴いたベノナ文書。彼らは日本に対しどんな工作を仕掛けていたのでしょうか。アメリカ国立公文書館、ここに97枚の極秘文書が保管されていました。真珠湾攻撃から遡ること5ヶ月。
密かに日本を爆撃する計画書がルーズベルト大統領に提出されていたのでした。作戦は中国から戦闘機を飛ばし日本の都市を空爆するというもの。長崎、神戸、大阪、東京までの距離が記されています。そして計画書にはルーズベルトのサインが、つまり大統領が承認していたということ。この爆撃計画を推し進めていたのは大統領行政職補佐官だったラフリン・カリー。ベノナ文書でソ連のスパイと暴かれた男だったのです。カリーの息子もその事実を父から聞いていました。どうしたら日本空爆計画を実現できるのか、そこで私の父がパイプ役として登場したのです。結局日本爆撃計画は未遂に終わりますが、ルーズベルト政権の中枢にいたソ連のスパイが大きく関わっていたことは間違いありません。元 KGB の将校ワシリエフ氏、当時アメリカで暗躍したスパイについて KGB の膨大なファイルから調査を行った実績を持ちます。アメリカで活動していたソ連のスパイ組織はアメリカを滅ぼす目的でスパイ行為をしていたのではありません。ソ連に優位な政治的決断をしても決してアメリカの利益に反するものではありませんでした。その後もルーズベルトとソ連の距離はどんどん縮まっていきます。背後にはやはり政権中枢にいたソ連のスパイの暗躍が。財務次官補ハリー・ホワイト、アメリカ国内の反対の声を押し切り武器や軍需品をソ連に貸し与えることができる法律を成立させたのです。これによりたくさんの武器や軍需物資がソ連に提供されることになりました。ソ連の思惑通りアメリカで着々と進んでいく日本包囲網。我が国最大の戦史に関わる資料が所蔵されている防衛省防衛研究所。ここにその機密文書はありました。ありましたね、これだ。ホノルル総領事の情報とあります。これつまり日本人スパイ吉川からの伝聞の受信記録ですよね。随所に細かく記されてるんですけど、例えばこちらですね。6日に泊まっている船は戦艦が9、軽巡が3、それからこちら艦隊に異常の空気を認めずとも記されています。当時の真珠湾の状況をこと細かく報告している内容であることがよくわかりますね。真珠湾攻撃に参加した航空戦隊の日誌。6日の在泊艦は戦艦9隻。ホノルルは平成。吉川が送ったスパイ活動の報告を海軍が共有していたことが分かります。このような伝聞を真珠湾攻撃直前まで計177通、吉川は東京に送っていたのです。総領事の名前で暗号電報を打つのは国際法上許されていました。真珠湾のスパイ吉川はこの特権を利用して暗号紙にタイプを打たせました。スパイであるという正体を決して知られてはならないため、吉川は積極的な協力者を持つことはできませんでした。そのためできる限り人脈を広げてさりげなく情報を収集していく必要がありました。
遊覧飛行ってそんなに面白いの？俺と心中する気があれば連れて行ってあげてもいいよ。行きたい行きたい。私も行きたい。行きたい。何？冗談のように彼女たちの気を引いてみる。すると彼女たちは我も我もと話に乗ってくる。これで。さて今度の日曜日には誰と行こうかな。引いてみて、うん、せーの、どといった調子でくじ引きでそれぞれ行く日を決めました。観光客向けの遊覧飛行、上空からの偵察を行いました。陸上からは見えない真珠湾の軍事機密も目視できました。そして上空の気流の状態などを把握するのにも大いに役立ちました。またある時は領事館の女性職員たちが海にピクニックに行くと聞くと、お金は出すから行ってみたいな。一緒に行きませんか？本当に？その目的は遊覧ボート。観光客を装い真珠湾に停泊するアメリカの艦艇の様子も確認できました。双眼鏡で基地を覗いてみると戦闘機の数まで確認することができました。ある日のこと、吉川はホノルル市内に住む日本人のもとを訪ねました。ああ、どうぞおかけください。この初老の日本人が素人ながら流星を観測していると聞いたからです。これはすごい。当時気象情報は重要な軍事機密だったため一般に公開されていなかったのです。流星を30年観測してましてね。30年もですか？ええ、長年の観測でどんなことが分かったのです？30年来ハワイでは暴風は一度もありませんでした。ただの一度もですか？そうです。そうですか。台風が発達するととても飛行機は飛べない。ハワイに暴風がなければ飛行機は期日の制限なく飛行することができる。さらにこの日本人はオアフ島を東西に走る山脈の北はいつも曇りで南は晴れだとも吉川に告げました。とてつもない大きな情報でした。ハワイには30年来暴風なし、オアフ島の北はいつも曇りで南は晴れ、急行爆撃可能なり。その頃日本では吉川の精度の高い情報をもとに海軍の奇襲作戦訓練がここ桜島で極秘裏に行われていました。前方にですね、鹿児島の桜島が見えてきました。真珠湾攻撃の直前、3ヶ月ほど前からこの周辺ではこれまでにないほど極端に低い高度を飛ぶ攻撃機による極秘の訓練が頻繁に行われていました。なぜ桜島で訓練が行われたのか。それは真珠湾と桜島のある錦江湾付近の地形が
よく似ていたからでした。真珠湾攻撃に参加したシロさんも桜島で訓練した一人でした。あの航空魚雷っていう、あの落としたら水中をずっと走っておって、当たったら爆発する、それを発射する訓練をやれっちゅうことで、それ始めたわけなんです。鹿児島の町へ入っていって、あの上をスレスレに飛んで、鹿児島市の繁華街、その先に望む桜島。魚雷攻撃を行う雷撃機はここから一気に高度を下げ、人々の頭上をかすめました。当時中学生だった海江田さん、その様子を鮮明に記憶しています。ものすごい爆音がしてましたね、はいはい、キーンっていうのはね、金属製のって今でも覚えてますよね。あ、それでしかも低空を這うようにしてくるもんですから、その向こうの白山のあたりからこう高度をぐーっと下げてこの辺飛んできたってことですか。そうそう、あの3人乗ってるパイロットも、はい、頭が見えるわけですね、はい、なんでこんな低く飛ぶんだろうか、うん、当時私も不思議に思ってましたね。やっぱりそうなんですか、はい、一歩間違えば命をも失いかねない海面すれすれでの爆撃訓練。実は真珠湾を攻撃するに際してある大きな弱点が海軍を悩ませていました。それを裏付ける半世紀前の証言がテレビ朝日のライブラリーに保存されていました。トラトラトラ、我奇襲に成功せり、真珠湾攻撃の成功を伝えるこの有名な暗号文を打電したのが総隊長の淵田氏でした。一番初めに僕はもう困ったと思ってトムリを打ったのが朝一号したね。12メーターやないかしらね、そんなとこで漁協水雷みたいなの打ち込めるかいちゅうやね。この飛行機から打った魚雷はこういうふうに沈こう落ちていって水に沈んでずっと沈むんだね。60メーター沈むんですよ。みんな真珠湾の底へ突っかかるでしょ。それが問題だったんですね。水深わずか12メートルしかない浅い真珠湾、従来の日本軍の雷撃方法を用いることはできませんでした。このため低空から発射して魚雷の沈み込みを小さく抑え込む訓練が桜島付近で繰り返し行われていたのです。それと同時に魚雷そのものの改良も急務でした。でそれをこの解決するためにね、そのほとんど準備期間を使いよったようなもんですよね。そしてもう一つ、魚雷作戦を成功に導くためにはどうしても確認しておきたいことがありました。敵さんがね、うちに来るということを予測しているようなところに行ったら、向こうは魚雷防御も入るわね。そしたらね、もう全然ダメだと。魚雷防御網とはその名の通り、海面に網を垂らして船を魚雷の攻撃から守るための防衛策です。もしも真珠湾に停泊している戦艦などにこの魚雷防御網が張られていれば、日本は打つ手がなかったといいます。ハワイに潜入するスパイ吉川に重要な指令が下りました。戦艦には防雷網を装備しているかどうかも知らされたし、まさか。この電報を受け取った時、日本軍が真珠湾を攻撃するのではないかと吉川は初めて悟ったといいます。真珠湾を奇襲する計画はスパイにさえ極秘だったのです。こうなった以上おそらく捕まることは間違いない。だが攻撃さえ成功すれば。ゲートが見えてきました。ゲートです。真珠湾のアメリカ軍の基地、その今ゲートに差し掛かりました。我々は特別な許可を得て
真珠湾のアメリカ軍基地内に入ることができました。湾には何隻もの軍艦が停泊しています。当時も今もアメリカ軍太平洋艦隊の司令部が置かれる重要な基地。ここは空軍の司令部が入っている建物です。当時は兵士たちの宿舎として使われていたということなんですが、この壁にですね、日本軍の銃撃によって開いた穴が残っているんですね。で、こうした穴が実は壁一面に広がっていまして、こちらにはご覧のようにこんな大きな穴も当時のまま残されています。78年前、この上空に突如日本軍の戦闘機が飛来、大きな被害を受けました。こちらはだいぶ生々しいですね。これが日本軍によって沈められました戦艦ユタです。ご覧のようにもう錆びついた鉄の塊になっています。どこがどこなのかもう分からないような形なんですが、77年が経った今もご覧のように当時のままの形で残されています。戦艦ミズーリの艦首が向いている先です。あれがですね、アリゾナ記念館ですね。あの白い建物です。その記念館の真下に現在も戦艦アリゾナが沈んでいます。空から見てみると白い建物と交差する形で戦艦アリゾナが海に沈んでいるのがはっきりとわかります。周辺には今も漏れ出た油が浮かんでいました。離着陸を繰り返す戦闘機、真珠湾攻撃で受けた傷を教訓に連日厳しい訓練が行われているといいます。舞台は再び78年前、1941年11月、アメリカは日本との交渉の場で最後通告を突きつけました。国務長官ハルの名を取ってハルノートと呼ばれるものです。日本の中国からの撤退や日独伊三国同盟の事実上の破棄など一切の権益放棄を求める内容で、日本にとっては到底受け入れられないものでした。この最後通告ハルノートにも実はソ連のスパイによる暗躍がありました。原案を作成したのはルーズベルト政権内に侵入したスパイ、ハリー・ホワイト財務次官補でした。アメリカ国内の反対を押し切り、武器や軍需品をソ連に貸し与えたりすることの合法化を推し進めた人物です。ハリー・ホワイトはソ連にとって重要な情報源でした。彼はアメリカの財務省の政策にも影響を与える力があり、世界の中で超大国は米ソの2カ国あれば十分だと考えていました。そのハルノートにをこの中に自分たちの主張を使ってほしいということで、まさに日本を挑発するような内容を盛り込んだと、こういうことなんですね。それに日本が結局は乗せられてしまったと。それでアメリカとの戦争になってしまったと。日米の開戦はすぐそこに迫っていました。なんとか宿敵アメリカ艦隊の秘密のベールをひんむいてやるぞ。ホノルル領事館初期生森村忠こと日本海軍少尉吉川武雄、ハワイに降り立ったスパイはたった一人諜報活動を続けていました。そして大きな発見がありました。
やはり日曜日が多い。特に第一、第三日曜日の確率が一番高い。連日にわたるスパイ活動の結果、真珠湾に全艦隊が集結するのは第一、第三日曜日に集中していることが分かったのです。さらにアメリカ海軍が早朝と夕方に頻繁に出航することや、演習が往復4日の距離の東南方水域で行われているのではなどなど、新しい発見がいくつもありました。攻撃するなら日曜こそチャンスだ。そして日本軍が最も知りたかった情報、戦艦には防雷網を装備しているかどうかも知らされたし、吉川はこう答えました。戦艦は防雷網は持っていないものと思われるが、詳細は不明。1941年11月26日、ついに日本海軍の大艦隊がハワイに向けて択捉島を出発しました。滝本国吉さんは整備兵として空母飛龍に乗り込み、真珠湾攻撃に参加しました。もう行き先は全然言われないんですよ、うん、で見たら、ほいでこの燃料は容易済んどるしな、はあ、これは大変やなと。よっぽど大きな、まず演習をやろうと。滝本さんだけでなく、ほとんどの乗組員は真珠湾攻撃を知らされなかったといいます。現地時間12月6日奇襲前日、おや、いるわいるわいるわ。双眼鏡で真珠湾を覗き込んだ吉川は心をときめかせました。これまで見たこともない全艦隊が集結していたのです。これはすごいぞ。良き獲物だ。狙うなら今だ。急いで報告せねば。この日は土曜日で、暗号士はすでに帰っていました。今日は土曜日だから艦隊はあのまま居座ってるに違いない。吉川は一人暗号室に閉じこもり、慣れない手でタイプライターのキーを叩きました。空母6隻、航空機およそ400機からなる日本の大艦隊についに奇襲命令が下ります。攻撃を指揮した総隊長の淵田光雄氏、その時の光景をはっきりと覚えていました。真珠湾が見えたんです。そして眼鏡で見たらね、8隻の戦艦がおったんですからね、はあ、もう目がビリビリと海物の思いしたね。見なかったらどうしようかってね。ああそうですね、スパイ情報でね、前は知ってたのに。真珠湾に停泊する8隻の戦艦、この情報こそハワイに潜入していたスパイ吉川がもたらしたものだったのです。現地時間の12月7日午前7時55分奇襲攻撃開始。滝本さんも戦闘機を送り出しました。この航空機が上へ上げたらね、必ず整備兵が運転しますね。さっきエンジンを、これはこいつは大丈夫だなというのを確かめて降りるんですわ。ほだを搭乗員が乗ってくるわけや。停泊するアメリカ艦隊に次々と襲いかかる日本の戦闘機。今回我々は戦後アメリカ軍に押収されていた日本軍が撮影した
幻の映像を発見しました。日本 declared war against America and Britain on December 8, 1941. 日本 Navy attacked Pearl Harbor. One by one, Navy eagles pop off from the deck carrying the load of many bombs with the smoothness of the seagull. 映像の随所に現れる英語のナレーション。アメリカに向けたプロパガンダとして制作された貴重なフィルムです。一方、これはアメリカ軍撮影の映像。攻撃前の静かな真珠湾に突如一機の戦闘機が飛来、そして予想だにしなかった日本側の攻撃に真珠湾のアメリカ軍はなすすべもありませんでした。軍艦の方に目を向けると急降下していく戦闘機が見えたのです。なんてことだ、あれは日本の戦闘機だと思いました。そして突然航空魚雷を積んだたくさんの爆撃機があの方向から飛んできたのです。奇襲成功の鍵を握っていたのが重さ800キロもの魚雷を抱えた日本軍の雷撃隊です。海面すれすれまで急降下、その瞬間目の前に敵の艦船が迫る。ギリギリのタイミングで魚雷を投下、直後に機体を引き起こし敵艦を越えて離脱する。そんな高度な技術を桜島での厳しい訓練で雷撃隊は磨いてきました。すべては水深12メートルという真珠湾の浅い海で魚雷攻撃を行うためでした。サトウキビ畑の上を飛んで、フォード島の船が並んでおるところを見て航空魚雷発射をしたわけです。航空魚雷を落としたのはこう走っていくのも見えましたけど、浅瀬でも機能する魚雷の改良にも成功していた日本の海軍でしたが、まだ不安は残っていました。もしアメリカ軍が艦艇に魚雷防御網を講じていたら、攻撃は封じられ水の泡と消えてしまう。戦艦は防雷網は持っていないものと思われる。吉川がたった一人9ヶ月かけて収集した情報は正しかったのです。日本軍の奇襲は凄まじい戦果を上げました。私たちはウエストバージニアという前から2番目のところに並んでる国に当てたんです。当たった瞬間にはだーっとこう水中の大きなのが上がったんですけどね、まあ、向こうの船は止まっとるんだから、なんちゃもう、跳ねることなしやな。なぜ魚雷防御網をどの船も点検していなかったかということを突っ込んだ場合に、日本軍がね、これをこんな浅い海で、しかもこの制限距離のあるような海面で撃てるということを実際に証明するまでね、実証するまでは、英国においてもアメリカにおいても最高の専門家たちではそれは不可能だとされていたわけだからね、その不可能を可能にしたところに真珠湾の奇襲が成功しているんですよ。我々は空からの攻撃に備えていなかった。全ては日本軍にとって有利な状態でした。かくしてたった一人の青年スパイは真珠湾奇襲攻撃を成功へと導いたのです。真珠湾攻撃でアメリカ軍は戦艦8隻が沈没や大破、航空機300機以上を損失、2300人以上が死亡しました。
Put your hands up in the air. And right up. 真珠湾攻撃直後、吉川らハワイの領事館職員は身柄を拘束されました。真珠湾奇襲によりついに太平洋戦争へと突入した日本とアメリカ。真珠湾攻撃の直後、吉川ら領事館の職員たちは拘束されてしまいました。しかし実はアメリカは随分前から吉川のスパイ活動を知っていたのです。今回私たちはその証拠となる文書を発見しました。我々が発見したのは真珠湾攻撃のおよそ4ヶ月前、 FBI の長官が国務省に送った報告書。その中には森村忠という記述が。情報提供者 J1 によると、最近領事館に来た森村忠はほとんどの時間を領事館の外で過ごしている。情報提供者 N は、森村は領事館外の男であるに違いないと結論付けている。真珠湾攻撃の前からすでにスパイとして吉川は FBI にマークされていたのです。吉川が連日のように真珠湾を偵察していた日本料亭では、真珠湾攻撃のその日、はいはい、攻撃したその後すぐに MP が来てこれ差し押さえてきました。そうですか。母がそう言ってました。吉川のスパイ活動をこれだけマークしていたにもかかわらず、アメリカは真珠湾攻撃を防ぐことはできませんでした。そこにはルーズベルト大統領のある疑惑が浮かび上がります。ルーズベルト大統領は日米開戦の前年に行われた選挙戦で高らかに公約していました。私たちは外国の戦争に参加することはありません。しかし当時のアメリカは長引く不況に苦しんでいました。当時日本に対する意見はアメリカ国内では二分していました。戦争と関わりを持ちたくない孤立主義者と、すぐにでも戦争をしたい介入主義者です。戦争への不参加は建前で、本音ではぜひとも参戦し景気を良くしたい。問題はどうやって日米開戦に持ち込み世論を納得させるかでした。大切なのは日本に先に手を出させること。それを裏付けるものがありました。これは当時アメリカ陸軍の長官だった人物の日記。真珠湾攻撃10日余り前の1941年11月25日、ルーズベルトを交えてこのようなやり取りがなされていました。どのようにして我が国にさほど甚大な危険を招くことなく奴らが先に発砲するよう誘導するか。結果としてルーズベルトの思惑通り、日本は先制攻撃を行いました。 A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. And when he gives that 彼のスピーチを全国民が聞いていました。自分の国が戦争のただ中にあって、国全体が極めて不安定な状態であることを理解したのです。青年たちは次から次へと入隊していきました。日本に対して容赦ない戦いをしようと国民は立ち上がったのです。戦争の火蓋が切られ、アメリカ国内の世論は日本憎しの感情が高まってゆきました。日本の敗戦が色濃くなった1945年2月、アメリカ、イギリス、ソ連の首脳が極秘のうちに集まっていました。ヤルタ会談で交わされた秘密協定。
この場でルーズベルトはソ連に対し対日参戦の見返りに日本の領土だった南樺太と千島列島の領有権を認めると約束します。実はこの秘密協定にもソ連のスパイが暗躍していたのです。そしてついにソ連は日本へと牙を剥くのです。日本の敗戦が色濃くなってきた1945年2月、アメリカ、イギリス、ソ連による秘密協定でソ連に対し対日参戦の見返りに日本の領土だった南樺太と千島列島の領有権を認めると約束しました。この会談を実質的に仕切っていたとされているのが国務省高官のアルジャー・ヒス。ルーズベルト政権内にソ連の工作員が侵入していたことを暴いたベノナ文書によってスパイと認定された人物です。 KGB の膨大なファイルの中にもヒスの名がたびたび登場していたと元将校のワシリエフ氏は語ります。アルジャー・ヒスはヤルタ会談の準備段階から関わっていました。彼さえいれば必要な情報が手に入ると言われるほどソ連にとって重要な存在だったのです。そして8月、突如ソ連は満州へと侵攻。多くの日本人が犠牲となりました。北方領土について言うなら、アルジャーヒスは間違いなくソ連の手助けをしたと思います。それは当時のアメリカの利益と関係のないことだったので、ソ連にとって有利になることは何でもしたと思います。戦争に勝利したのはアメリカでもイギリスでもなくソ連だったのです。200人ものスパイをアメリカ政府内に潜入させ大統領にも影響を与えたソ連。一方、本音では戦争をしたかったルーズベルト。双方の思惑が一致して日米開戦へとつながっていったのでしょうか。多くの人民の命と引き換えにして、親より先に子供が死ぬと、これが戦争だよと、理論抜きにしてね。ハワイに初めて日本人が移住して150年。これまでどんな困難に出くわそうとも彼らは乗り越えてきました。日本人の祖先を敬い、アメリカ人としての誇りを持つこと。紡がれていく2つの心をいつも胸に抱きながら、今この地に生きる日系三世四世たち、遠い記憶とまだ見ぬ時代、静かに寄せる波の向こうに思いはそっと重なっていく。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優菜です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。